はい、どうもじゃ、カリモでございます。ということで、本日の食材がこちら。よっ、ボンマグロということでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、ボンマグロ。ということでね、無性にマグロが食べたくなって、今朝市場で買ってまいりました。養殖の本マグロ。これブロックの部位か、これ腹中かな？マグロでも最高級の部位です。で、今日はこちらのマグロを使って、お寿司を作っていきたいと思います。で、これなんでこの腹中を買ったかと言いますと、大トロ、中トロ、赤身、この3種類が取れるんですよ。まずここから上、ここが赤身ですね。で、ここら辺から、ここお腹にかけて、ここが、大トロですね。で、この赤身と、この大トロの交わってるところ、ここが中トロですね。この3種類の部位が取れるんです。たくあんがあったんで、トロタクでも作ろうかな。そしたら、まずはこちらのマグロ、3つに分けていきます。毛を洗います。はい、そうしましたら、この血合いを取り除いていきます。こう、血合いを取るときは、血合いを下に下げながら、包丁を当てる感じで取っていくと、血合いから勝手に離れてってくれる感じ。こういう風に落としていきます。できるだけ赤身は取らないように血合いだけを削いでいきます。はい、こんな感じですね。この赤身もフライとかにするととっても美味しいので残しておきます。そうしましたら次、ここに膜がついてますんで、ここの膜も取っていきます。これはね、柵取りした時に口の中に残りますんで、これ取っていきます。はい、こんな感じですね。そうしたら、いよいよ柵取りしていきます。まずはこの赤身のところを落としていきます。ここら辺から落としていきます。はい、これが赤身ですね。そしたら赤身、こういう風に三角になってます。で、こういう風に置いて、柵取りしていきます。まずここで1本。1つ。で、もう1回取ります。二つ。で、反転させて、で、この三角になってます。で、真っ二つにします。で、三、四ですね。これで赤身の柵、四本取れました。そうしましたら次は中トロの柵取っていきます。中トロは大体ここら辺までが中トロです。なので、こっち側から取っていきます。入れたら、こう。見たことある感じの中トロの柵になりました。で、すごく脂っこいので、一回一回、拭いてください。できるだけ一立ちでいって、はい、二つ目、三つ目、四つ目、あと二つぐらいかな。五つ目、はい、最後の柵はちょっとかなりね、脂っこい中トロですね。じゃあ次に大トロ取っていきます。はい、ここ大トロですね。もう一発、で、ここ大トロ中の大トロ、腹髪の方のこの先端のことを砂ずりっていうんですけど、そこはもうとにかく脂がすごいです。で、まあ、ここら辺はね、このまま落としちゃいます。あんまり細くしすぎちゃうと、お刺身にした時にちっちゃくなっちゃうんでね。で、この皮についた身ですね。これを包丁でこそげ取ります。これは後でたくあんと混ぜてトロタクにします。はい、これで一応柵取りが完成しました。これが皮。ここはもう食べれませんね。で、これが大トロの薄皮。で、これが血合い。赤身、中トロ、大トロ、超大トロ。で、切り出しですね。こういう風に部位分けができました。僕が今日食べるところは、この赤身と中トロ、超大トロ。で、中落ち。このぐらいで OK なんで、あとはいろんな方に配りたいと思います。そうしましたら、お寿司用に切りつけていきます。まずは赤身。カドッチョのこれ捨て柵を外します。1貫、2貫、3貫、4貫、5貫でいきます。赤身。じゃあ次に中トロいきます。1、2、3、4、5と中トロ。次に大トロですね。大トロどうやって切ろうな。1貫、
2貫3貫4貫5貫ですね。赤身、中トロ、大トロ切れました。で次にトロタク用を作っていきます。先ほど出た半端ものを叩きます。これが本当のネギトロです。植物油も何にも入ってない本物の正真正銘のネギトロ。はい、これでネギトロの完成。そしたら一度これを冷蔵庫で冷やしておきます。エタネオイができましたんで酢飯を作っていきます。炊きたての白米、次はこちら赤酢で握っていきます。赤酢にきび砂糖を少し入れます。そしたらお酢を入れて、ご飯一粒一粒に酢を絡めるイメージでかき混ぜていきます。はい、酢飯の完成。そしたらお水に余ったお酢を入れて手につける水を作りました。はい、そうしましたら握っていきます。まず手にお水をつけて余計な水分を落とします。そしたらネタを持って、でシャリを持ちます。である程度ここで玉にします。で人差し指でわさびをつけます。でネタにちょんと、そしたらシャリを置きます。でこっちの親指と人差し指で形を整えて、こっちの親指でちょこっと穴ぼこを開けて空気を入れます。そしたら反転させます。こういう感じで、この親指と人差し指でシャリをつまむ。でこっちの親指で上にシャリが飛び出ないように押さえます。でここで一回締める。反転させて同じことします。で最後に手でクッとやって形を整えれば完成。どんどん握っていきます。次中トロ握っていきます。わさびをちょっとつけて、で玉にしたシャリを置きます。空気を入れます。反転させます。親指と人差し指で成形、締める、反転、成形、締める、締める、こんな感じ。次大トロを握っていきます。大トロはちょっとわさび多めでいきます。はい、このように赤身、中トロ、大トロを握れました。そしたらトロタク作っていきます。たくあんを刻んでいきます。で巻き酢に海苔を置きまして、でここのラインにシャリを薄く乗せていきます。本当に薄く薄くでいいです。均等に敷くことがポイント。そしたらここにこちらのネギトロ、これを乗せていきます。うわ、贅沢だなこれ。でそこにたくあんも乗せます。そしたらこれを巻いていきます。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。さあ、じゃあまずは大トロからいただきます。この醤油にちょっとつけていただきます。うわ、うめえわ。自分で作ったと思えんぐらい美味しい。ただもうちょっとシャリに酢があってもよかったかなって感じですね。次中トロいただきます。
僕やっぱ中トロが好きだわ。ちょっと大トロはやっぱ一貫でいいなってなっちゃうんですけど、中トロはねガンガン食べたいって感じなんですよね。鹿児島産の養殖マグロですけど、すげえ美味しい。天然が絶対美味しいっていう時代はもうとっくの昔に終わってますんでね。下手な時期外れの天然物を食べるんだったら養殖の方が安価で安定して美味しいですから。次赤身いただきます。うまー。赤身はマグロの旨味がダイレクトに来て美味しいね。次はこちらトロタクをいただきます。いただきます。うんま。たくあんとネギトロを合わせようと思った人すごいと思う。ネギトロの脂っこい感じをたくあんのシャキシャキ感とさっぱり感でうまくカバーしてる。はい、というわけで今日こちらのマグロのお寿司ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ゲイのやつ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。ガーリック食うの忘れてた。うまっ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はマグロを、おい、えい、お疲れ、お疲れ、なんかうまいもんくれるって言うんでね。あんたも、あんたも本当にあれだね、うん、そうそう、あの人みたい。何、サザエさんのさ、そうです、ノリスケおじさんみたい。そうなの、ノリスケおじさんみたいじゃないですか。そんなことねって。そう、今日ね、僕マグロをそうだろう、それをもらいに来たんだから。ツイッター見たな、さては。見た。あります。あるだろう。こういうふうにやってやります。もういいじゃん。いいだろう。もうすげえじゃん。みんな俺の？みんな持っててください。マジか。めっちゃ嬉しそうじゃん。もういいよ、食いてえじゃんこれ。めっちゃ嬉しいじゃん。赤身、中トロ、大トロが入ってるわ。もう最高だね。最高。最高。嫁さんと食べて。ありがとうございます。よし、今日はこれで満足で帰るわ。ということでね、今日しょ、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。今日はカットできるんだろ。今日はカットしないで。あ、しないんだ。ありがとうございます。